だな。実況外だったらもちろんもうレベル60、70くらいにしてドリンクも思い切り飲んでほぼ一発か二発くらいで倒すけど実況だとそんなんできないじゃん絶対ねえ。そもそも実況でそれやってたらさ引くじゃんお前何のために実況動画撮ってんだっていうくらいの感じになるからな。にゃー、1トン。この敵への敵からの1トンってさ攻撃力アップすんのかね。こっちあんまそこら辺知らないんだよな。よいしょよいしょ、はい、オッケー。来い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 、当たるんかーい。下手くそやなー本当に。わあどうしよう、回復、いやここはここは攻撃だな。素晴らしい、来た来た来た。でここは攻撃せず、もういいか、ウルトラナッツ使うか。ウルトラナッツ、あースーパーナッツでよ十分だったな。まあいいか。で台風でもう一回、これでまあ200くらいは与えられる。250は超えるか。あオッケーオッケー、あーまだマヒ、美味しいの。チョッパーで、あそっか、これの攻撃でアガが、おうわマジで、うわー余裕なんだよ。向こうの攻撃が辛い、むねたね強いだけで防御はクソだったな。そっか、ルルルル、どうやら我の負けみたいルルこれも運命ルル、素直に負けを認めるルルルルルルル、最後のちょっとした油断で全てが逆転するルルル、最後に笑うのは我ルルルよ。お前たちはマメリアと共に消えてなくなるルルよ。おお素晴らしい、最後の最後の油断の油断が逆転のそのまた逆転になったりするのさかっこいい。何やってんねんお前ら本当に。ルルルルル、ルイージはほんとクソ、最後の最後の最後の油断の油断の油断で逆転の逆転のそのまた逆転になったりするルルル、はい残念でしたおお、こんなんあったか、全然覚えてねえ。でこの後があのマリオ&ルイージ RPG2 に続くんだよな。ちょい役で、ちょい役でなんか出るんだよな。ちょい役って本当にちょい役だけど、あの出るんですよね。確かベビーマリオとベビールイージのね会話が、ね、確かあったような、なかったような、いやマリオたちと喋ったか、4人で喋ったのかな、そこら辺はちょっと覚えてませんけども、君たちにはまた借りができちゃったかな。じゃあまた後で、いやお前のおかげよ、借りどころかありがとうございますよ本当に。ちょっとセーブすっか、よいしょ、よし、多分次がラスボスだと思います。いやここまで来たらもう勝ちたいね、思いっきし。よし、あーラスボスだねここは確実に。でここにセーブがあるからセーブしましょうあー大扉、大扉っていうの、大扉っていうの、みんなどっち前、よし、それじゃあ行きましょうか。この辺ってなんもないか、この無音が怖いよね。行きましょう。よくぞここまで来た、さすがキノコ王国のスーパースターじゃ。しかし私の計画を邪魔するやつは消えてもらうのよ。
え？今、噛んだな。消えてもらうよ。マメリア王国の次は、キノコ王国も私のものにしてやるのさ。私の新しい国に古いスーパースターはいらないのさ。スーパースターは、私一人で十分だよって。あ、スーパースターとは何？スーパースターの、ちょっと捉え間違いがひどいな、こいつ。さあ、叩きます。ここ！あれ？早かったか？あれ？はい。はい。オッケー。で、スーパーナッツ。オッケー。表がキャ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 言ってるな。怖いな。はいよ。ありましたね、こんなの。めんどくさいやつや。まあそういうの関係なしに、まあこいつ攻撃しますけど。オッケー。防御力はそうでもないな。コクッパたちの方が防御力高いっていうね。はい、暗い。オッケー。おお、まひった。ラスボスなのにまひるってどういうことなんだろう。あれ、マリオが食ら、マリオだけが食らったか。どういう基準なのかしら、教えてもらえると嬉しいんですけど。とりあえず、あ、デラックス使ってよかったか。いや。まだデラックス使わなくていいか。さてさて。これはチョッパーで。まだこれ一発じゃまだダメかな。おお、来たこれ。第一形態、第一形態、弱えな。おのりマリオブラザーズ、またしても。これおかしな話だよな。もういろいろ突っ込みどころあるわ。まずなぜボム兵がいるのか。あいつの存在自体もよくわかんねえんだよな。なんで顔面が、電子になってんだろうね。ぐきゃぎゃぎゃ、油断したね。どんな手を使っても勝てればいいのさ。あと、こいつのゲラクッパの攻撃よりもボムの方が強いっていうのもおかしな話だよ。どんな攻撃だよ。最初からそれ使えよ。それを大量生産しろよ。さようなら、おくとりさん。ゆっくりおやすみ。私のお腹の中でね。こっから第2形態。まあ、最終形態か。よし。うわぁ、懐かしい。まだ意識があるのかい。しぶとい奴らだね。さっさとくたばって私の餌におなり。さて、まあ、マックスナッツでしょ。はい、オッケー。出た。これどうしたっけな。1個ずつぶっ壊したっけな。まあ、いいか。とりあえず手壊そう。はい。あー、ミスった。よし、オッケー。これ何回かバウンドするから、ちゃんと。1回、2回、3回。あれ、まだか。あ、まだだったか。あ、炎。あ、ぶらぶら。ありましたね、この攻撃。ふぅ！なんとかなったな。あ、間違えた。違うから。ゲラゲモーナー攻撃の、よいしょ。素晴らしいね。はい。からの、大群ブロスで腕を攻撃。はい、破壊。バトルイージか。オッケー。素晴らしい、素晴らしい。でだ。次は頭をね、ちゃんと破壊すると、その下にあるハートが出てくるんで、このハートに攻撃してやっとダメージ与えられるんだよな。ここくらいはね、さすがにこの俺もね、覚えてるパターンのやつよ。はい。にょーにょーって言っちゃう。
ここで失敗するのはない。平均20ダメージか。いいですね。あ、いいですね。あ、いいね。うわ、こいつ覚えてない。はい。回復するね。よいしょ。はい、よいしょ。回復させればよかったかな。いや、それは。いやー、早いな。あれー、ちょっと。せかしてる。自分を。はい。レッツゴー。いいですね。これ確かあいつの目が、ちょっと待って、死ぬ、死ぬ、ちょっと待って、死ぬ、これ本当に死ぬ、さすがにここで死ぬのはないわ。デラックス、デラックス使えば BP も回復するのか。なんだっけ、何をすればいいんだっけ。あ、そう、あ、違う、アホアホで、ウルトラキノコでルイージを回復で、ハートがちょっとまた中に入っちゃったから V 破壊をしないといけないパターンのやつ。 OK、 かわした。おいしいの。はいはい、 OK。ここはもう必殺技はブラザーアタックは惜しみなく使っていこう。ここ渋るのアホだからな。いいんじゃない ?OK。OK。うまいうまい。いいぞ。チョッパチョッパ、いいねいいねいいね。大噴、いいんじゃない。はい、暗い、まひった。しかも倒した。オッケーオッケー、いいよ、すごい順調よ。あと何発かな。あとチョッパーブロス4発当てられるかな。あー、ミスした。さっきからミスしてんな。いらないんだよそういうの。はい、 OK。 うお、勝った。やったー。見てくれてありがとうございました。グッドボタンかバッドボタン、どちらか押してください。チャンネル登録よろしくねー。通知ボタンもお願いします。